今回のマインクラフトはジャンプするほど強くなれちゃいます。果たしてジャンプしまくってエンダードラゴンを討伐できるのかどうか、またはジャンプのしすぎで足の骨が折れてしまうのか、ぜひ最後までご覧ください。あとなんと今から3秒以内に高評価とチャンネル登録していただくとジャンプ力が鬼高くなります。はい、3、2、2、4スタート。ということは危ない、いきなり殺しに来てるマインクラフトということで、さてさてさて、皆さん見てください。こちらの世界、美しい世界に来たんだけど、なんと今日はね、ジャンプすると強くなるというね、まあ、ちょっと分かりにくいよね、まあ、ちょっとそれだけじゃ伝わらないということで、ちょっと見てほしいんだけど、いくよ。一番最初のジャンプね、この世界に来て一番最初のジャンプ見せるから、俺の見てて。はい、行きます。あ、やばいね。ちょっとやばいね。それでね、ちょっと右上見て。なんか出たでしょ?見てください。跳躍力上昇というね、もうジャンプすればするほど強くなるということで、今もうなんか効果ついてたじゃん。一回ジャンプしただけ。だからもうちょっとジャンプしてみる?あ、まだ、まだね。来た。移動速度上昇ということで、まあね、マインクラフト普通にやってたらめちゃくちゃジャンプすると思うんだけど、なんかね、何回かジャンプすると、ほら、攻撃力上昇とか、効果がどんどんね追加されていくのよ。やばくない？これも止められないね。まだ始まって2秒ぐらいしか経ってないのに、もうなんかめっちゃついてんのよ。いや、ちょっとね、大冒険の始まりかもしれないよ、これは。もしかしたらだけど。でも早いから、まだ採掘速度上昇もついてるから、もう木を殴るのが圧倒的なスピードなのよ。多分一般人の5倍の速さで殴れるから、今多分だけど。あ、もう体勢もついてる。みんなさ、無意識にマイクラってやってる時、無意識にジャンプしてると思うんだけど、相当な数ジャンプしてるわけよ。それをね、今回ちょっと逆手にとって、あえて自分のプラスとするようにね、木のつるはしと木の斧を作っていくんだけど、じゃあとりあえず最初のものを作れたんで、でもどんどん追加されてったの分かる、皆さん。おまえか、なんか金のハートついたし、石もちゃちゃちゃっと取っちゃうわけよ。掘るのがすごい早いから楽なのよ、人生楽なのよ、ジャンプすれば。普通にさ、なんか高音もついたし、これどんどん付け足されていくのか、新しいのがどんどん増えるとか分かんないけど、あれ、先ほどどこ行った？あ、持ってた。ストペ、もうこいつは用済みすぎるのよ。用済みなのよ。ちゃちゃちゃっとね。はい、もう石のツール全部作ったんで、まあ、ニワトリはいるから、まあ、とりあえずニワトリとかをボコボコにしていきたいんだけど、もう、やばくない？なんか、何これ？体力増強、何こんな見たことないんだけど。何これ、新しいやつ？あ、でもまあいい、ハートがなんか増えてるから、何も文句は言いません。俺は結構文句を言わない系で有名だからね。羊を狩りまくって。よこせ、お前。あ、もう強いのよ。とりあえず羊狩りまくって、もうワンパンできるわ。もうこれ、普通にさ、走る時もジャンプしてるからさ、これ大丈夫なんて。まだ始まってさ、だって5秒ぐらいだよ。あ、2とか増えてってるわ。壊れかけのラディオがある、ほら。ここ行こう。でもその前にあそこ行こう。しかもさ、ちょっと待って、俺、イルカの行為無限についてるからさ、圧倒的なスピードで水の上走れるんだけど。え、待って、プレゼントある。おー、よくないよ。一番よくない、それが。まあいいでしょ。あ、ちょっと待って。うわ、ちょっと待って。鼻水出てきた。違う、鼻水、違うよ。最悪、見てこれ。あと1個。鉄の鼻くそ、あと1個で。あ、もう最悪、誰？まあいいか、許してやろう。俺優しいから。早っ、マジで、海早っ。もう普通にジャンプしまくってるから大丈夫、俺。まあいいや。ここにとりあえず落下死して。はい、うますぎる、着地が。しかも鉄あるから、鉄分の、あ、もう早い、もうめっちゃいいわ。早いから掘るのが早すぎるよ。あ、エンダーボーイいる。あとなんか緑の物体もいる。あ、待って、エンダーボーイ。やめろ、来んな。めっちゃいるやん。大爆発事件が起きてる。事件は、レインボーブリッジで起きてる。エンダーボーイ、頼むよ。強俺。ニアスで倒せる、エンダーボーイ。移動速度上昇してるからさ、なんか変な感じする。うじゃあ、鉄まだあるわ。あと緑の物体もいる。こういうことよ。こういうことになるのよ。こういうことになるとよ。俺と戦うと。なんか皆さん、クリスマス、プレゼントもらいましたか？俺はもらってません。やばい。食料危機だ。食料難に陥った俺は。餓死するかもしんない。餓死したくない。うやば、見て、俺のピッケル。ハッファス、うわ、こい。もう暴挙だ、暴君だ、暴君。怒り狂ってる俺のピッケルが。よし、というわけで、鉄ちょっとね、ある程度集まったんで、ちょっと家作っちゃいましょうよと、かまど4兄弟。黒物あった。え、この体力増強って新しいのこれ。なんでも、え、これやばい、見て。もう4とかになってんだけど。体力増強4までいったら止めらんないかもしれない、俺。無限のハートを手に入れてしまう。でかすぎんな、これ。アイコンがでかすぎんな。よし、これでいこう。うぃー。やめろ、お前。お、もうワンパンできる。早速とか、まあ早すぎる。白タイツさすがに作りたいんだけど。あ、もうこれダメでしょ。もうこれダメかも。待って、俺、火炎耐性もあんだけど。いや、ダイヤ見つけないな、ここまで来たら、ダイヤモンドハンターになりたいところだよね。お！大渓谷！えぐいって。サンズがめちゃくちゃいる、ここ。オッケー、作っちゃいましょうよと。え、はっ、体力増強5。まあ、別に文句は言いません。文句は一切言いません。ダイヤモンドいいの？ダイモンド！もうちょっとしていかないとダメなのか。ダイモンド！あっ、あった！え、なんかこんな高いとこに出んの？もういいけど、俺一切文句言わないことで有名だからね。だからこれモブとか来るじゃん。だからこういうとこ上がっちゃうのよ。もう余裕で。
あ、やばい。皆様これ真似してください。そしたら絶対だ、もう一個来い。よし、完璧な作戦すぎない俺。こういうことなんですよ、皆さん。やばい、木がないわ。木材ないわ。圧倒的なスピードで駆け抜けていく男。しかもまだある、まだ、やばい。原木盗んでって。早すぎる男、原木本能が。こいつも早い、なんか。ただし、一発だ。やば。ダイヤモンドいっぱい来い。ダイヤモンドいっぱい来い。30個、30個来い。30個来い。オッケー、2個。まあいいだろう。ほら、え、めちゃくちゃあるんだけど、何これ。最高すぎるよ、この世界。この世界大好き。40個、40個、40個。オッケー、オッケー、まあ2個、まあいいだろう。ワンパン男、ワンパン男。マイクラ界のワンパンマンって呼ばれて32年。え、ちょっと待って、一回テストしてみていい？火炎耐性ついてるじゃん。溶岩に耐えきれるのか。え、ちょっと待って。ノーダメなんだけど。え、火炎耐性ってノーダメなの？まあ俺文句言わないね。俺も一切文句言いません、俺は。じゃあもう溶岩完封勝利じゃん、しかもダイヤモンド。オッケー、はい、オッケー。やばい。ダイヤモンドのフォークだ。で、とりあえずこれ作るじゃんね。で、とりあえずこれ作るじゃん。あ、もう頭だけ水色タイツよ。こんな美しい姿見たことないでしょ。果たしてこの採掘速度上昇はどれほどの速さを発揮するのか、ジャンプしていった採掘速度上昇は。GO! 1、2、2.5 秒。2秒です皆さん。オッケーオッケー、2秒でいけるから、とりあえずちょっと10個簡単に掘っちゃいます。はいはい、10個いきました。しかも砂利がこんなとこにある。なんだこのミラクルは。え、待って、しかも一発出たんだけど。よしー、もうここは用済みです。もうこの世界用済み。こういうことよ、こういうこと。早すぎる男、ポータル作るのこんな早い人見たことある？あ、こういうことなんですよ。そしてマカチがファイアしていけば一瞬でネザーなんていけちゃいます。これなんか気持ち悪。そっかそっか、暗視ついてるからなんかすごい気持ち悪い。でも皆さん安心してください。とりあえずもう溶岩に落ちてもいいから何も心配ないんだけど、俺の跳躍力見てほしい。いくよ。圧倒的な。オッケー、ちょ、ミスった。オッケー、バッシュオーネあった。しかもこれさ、え、めっちゃ金ブロックある。しかもオッケーオッケー、金ブロック全部盗んでいこうと。圧倒的なスピードで。あ、やばいやばい。え、これどうなってんのこれ。あんま来んな。あ、大丈夫だ、俺ワンパンできる。強こいつ。クリスマスプレゼントフォーミー？ドロップ増加、うわ、やばい。ドロップ増加にめっちゃいい。しかもダイヤのシャベル。あ、いらっしゃいませだ。いらっしゃいませ、来ました。あ、もう全然怖くないから、こんなん。よっしゃー、来んじゃねえ、お前は。車。あ、しかもこれ一番いいやつなんだけど。え、俺って落下ダメージ受けんのこれ。え、受け、え、待って、俺落下ダメージ受けない？俺もしかして。衝撃吸収でもし、あ、まあ、でも俺溶岩タイプすればいいのか。こういうことよ。あ、ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖かった。ちょっと怖かったけど、大丈夫皆さん。全然大丈夫です。これ僕は、あ、もう余裕すぎる。お前落ちる溶岩に。ちょっとね、これ全部もらっていく。うわ、やばい。メヘラケチスプレタル。美味しいね。美味しいね、これは。じゃあこれ全部もらっていって。うわ、最高だ、これ。おう、なおなおよ。はい、こんにちはーっと、ほら。美味しいよ。美味しいよ、これ。これ美味しいから。ざまみろ、お前ら。一生出ねえ、お前。痛い。エンドボール、エンドボール。あ、来た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 、来ました、皆さん来ました。安心してください。安心してください、皆さん。お前らもう終わりや、お前らは。お前ら終わりや。いいね。え、めっちゃいいんだけど。しかもさ、ドロップ増加2あるからもう余裕の酔っちゃうんだよ。もう見慣れた風景よ、こんなの。しかも、あとワンパだよ。ほら。やばやばい。え、もう5個。あ、そっか、ドロップ増加2だからか。はい、ワンパン農事、ワンパン農事。はい、ワンパン、はい、ワンパン、はい、ワンパン。そういうのいらない、そういうのいらない、そういうのいらない、そういうのいらない。もうどんどん無駄。もう12個ある。はい、終わり。というわけで、あ、もう31個あるから、もうどでかいの作っちゃっていいですか。もうもういいですか、どでかいの作っちゃって。こんなでかいネザーゲット見たことありますか？ないんですよね、やっぱり。やっぱり普通の人だとこんなでかいの作れないと思うんですよ。資材が足りないから。よいしょー。まずこれをこうやって、そしてこうやってやるわけ。フュージョンする。そしたらなんとエンダーアイっていうのができるんで、このエンダーアイを投げるわけですよ。そしたら行く方向を示してくれるという、なんと素晴らしいアイテム。こちらなんと8キュッパで売っておりますんで、皆さん、おそらくエンドの秘密基地と思われる場所見つけりしました。ここなんですよ、皆さん安心してください。エンドは逃げれないね、俺から。一生逃げれない、一生俺を恐れて生きてるエンドは。おうおうおう、ノーノーよ、これ。早すぎる。あ、早すぎる、早すぎる男。来んなお前ら。プレゼントフォーミー。おおう、おお。まあ、正直別に大丈夫なのよ。エンチャントなんてなくても。俺今気づいたけど、ほぼ水色タイツじゃん。しかも衝撃吸収。ワンフォーオール。じゃあ、オールフォーワン。はい、来ちゃったよね。来ちゃったよねってこと。はい、ここまで来ちゃったんだよねってこと。ここまで来ちゃったんだよねってこと。あ、ここまで来ちゃったんだよねってことね。はぁ、ここまで来ちゃったんだよねってことだよね。ここまで、うわ、すごい気持ち悪い。でも大丈夫です。皆さん、安心してください。安心してください。吐いてます。圧倒的なスピードで橋を作る男。もう大丈夫。もう全然大丈夫。皆さん安心してください。本当に安心して。うわ、すごい汚い。うわ、いきなり怒って。そういうことしていいと思ったら、そういうこと。ワンパンだからお前ら。弓が上手すぎる男。いや、エンド絶対ビビってるよ。だっていきなりこんな人来てみ。全部弓を当てる男来てみ。ちびるでしょ、エンド。やべ。今回エンド色違いじゃない？今回のエンド。白いもん。うわ、うま俺。お前もう逃れれない。色違い許すな、色違いよ。え、待って、俺さ、今攻撃力上昇5じゃん。これどうなんの、エンド。しかもあいつの吐息跳ね返してたんだけど、あいつのくっさい息。もう効果多すぎてエンドの体力見えないんだけど、見て。来た、エンドスタイム来た、エンドスタイム。エンドスタイム、エンドスタイム。ワンパンいっちゃうわ。こういうことよ。えぐい、えぐい。
ワンパイキル。あ、逃げたエンド。さすがにちびったね。今のはちびったでしょ。ちょっとこのドロップ増加2で卵2個落とすわ。来たエンド。家族をも敵に回せる。ほら終わったな。痛い。さえな。うるさい、ちょっとやろ、うるさい、ちょっとやろ、見て見て見て、じゃあ遠藤の体力が、あもう見て、やばいやばい、うるさいうるさい、あもう見た、遠藤の体力が見えないまま倒したのよ。強すぎるしか一言。卵2個落ちたでしょ。ほらこういうことよ。しっかりとこの卵をねゲットして燃やすわけよ。燃えろ卵。あーもうダメ、今のが一番良くない。